皆さんこんにちは、松井でーすとサムネにもあると思うんですけれども、松井流トイック必勝法を皆様にシェアしたいと思います。よろしくお願いします。新卒で航空会社で働いておりまして、留学を経験してるということもあるので、皆様やっぱり松井くんはトイック900点なんじゃないかなとか700点なんじゃないかなと思う方いらっしゃると思うんですけれども、それではクイズです。松井のトイックは500点以上か500点以下、どちらでしょうか？いいえ、これは間違えました。松井のトイックの点数は500点以上でしょうか？それでは正解発表です。正解は、はい、私のトイックの点数は450点でございます。信じられますかね。一応留学を経験しまして、これ留学前じゃなくて帰ってきた時の点数になります。皆さんびっくりですよね。わかります。私もびっくりしておりました、当時は。で、これを、専門学生の時に、すっごい肌汚いのね。ごめんね、今、だから皮膚科とかの薬を塗ったばっかなので、ちょっとテカテカなんですけど、ごめんなさい。てかさ、俺花粉症になったと思うのね。この、鼻むずむず、目かゆい、なんか喉がちょっとイガイガする。これって花粉ですか？多分花粉ですよね。すごいなんか、嫌なんだけど、このなんか、ここら辺が一回取りたいぐらい嫌かも。花粉症ってこの時期だったっけ？なんか、花粉症ってもしかしたら人生で初めてなったかもしれない。なんか今まで花粉症の人をバカにしてきてごめんなさい。すごい辛いです。あと友達、なんか最近めっちゃ肌荒れて、あれやばいんだよねっていうことを友達に言ったら、それ花粉だよって言われて、やっぱ花粉で、花粉で肌って荒れるのってびっくりして、でも多分今人生で一番は嘘だけど、大人になってから一番荒れてるかもしれなくて、肌が花粉症になりました。シクシク、あぶね、あぶね、あぶね。何の話だっけ。あ、そうで、トイックだよね。で、なんか、あ、そうなんです、びっくりしました。450点とかですかね、帰国して。内訳を説明いたしますと、リスニングが390、まだね、リスニングが400で、400、リスニングが確か390とかで、60点ぐらいがリーディングだった気がする。なんかまあ、留学行けばトイック700点ぐらいはまあ簡単に取れるんじゃないかなと思って、帰国した後挑んだんですけれども、びっくりしました。読めない英語が多すぎる。うん。聞いたこともないような英語ばっかりで、なんかギリギリわかるかなっていうのがあって、多分簡単なやつで60点ぐらいは取れましたけれども、基本はリスニングですね、ほとんど。だからリスニング390とか400とかしかほぼ取れていなくて、それで450点という点数を無事叩き出しました。で、帰ってきてから英語の先生に見せたら、もうすごいびっくりするほど怒られちゃって、なんか本当に留学行ったみたいな、何してんのみたいな言って、でもなんか言い訳、特技言い訳なんですね、僕って。でも見てください、これ。リスニング、ほぼ取れてるし、まあ、次頑張りますとか言って、次受けてないんだけど、そのまま就活になっちゃって。で、なんか就活対策の先生とかにも、これ僕、450点なんですけど、トイック。これって履歴書書いた方がいいですかって聞いたら、そんな点数は書かない方がいいって。僕、就活4つ航空関係の会社を受けて、全部履歴書に多分トイックの点数は書いてないです。でもなんか2つそのうち1個普通に受かって、2つは最終とかまで行ったので、もしかしたら英語って関係ないかも。そんなこと言ったら怒られちゃうので、今のは嘘です。あ、で、勉強法だよねとか言ってたら、なんか450点だから全然勉強してないからさ、ちょっと恥ずかしい。もしかしてこの動画出すの、まあ、出すんだけど、撮ったから。二人引き裂かないで。皆様はこのようには絶対にならないでください。あんなに難しい英語がたくさん出てくるとは思いませんでした、リーディング。でも奇跡なのが、僕オーストラリアっていう国に1年生専門学校を日本でして、2年生で1年間留学して、3年生で帰ってきて、
卒業っていうコースで3年かけて専門学校卒業してるんですけど、だからあのオーストラリアってさ、なんか多分海外かぶれの人分かると思うんだけど英語がなまってるのね。だからオーストラリアとかカナダとかに行く人をなんか今分かんないよ、昔はなんかアメリカとかにイギリスとかあのに留学しとする人ってすごいなんかあのなまってるよオーストラリアの英語とか、カナダの英語なまってるよっていうやついるのね。もともとなんかなまってるかなまってるないかもよくわかんないあの英語力で留学行ったからそんなどうでもよかったんだけど、ちょっと英語できるあのマウント取りたがり海外系女子再度高めインスタグラム更新外国人あのヨーロッパ系の外国人との写真しか上げない海外かぶれの女っているのね。そういう女は絶対そういうこと言います。うん、絶対言う。英語なまってるよって言われて本当言ったら、まあ、確かになんかなまってるっていうか海外ドラマとかで見る英語とちょっと違ったのね。すっごい聞き取りづらくて最初は、でもそれを頑張って聞き取ろう聞き取ろうってがあのしてたらリスニングが結構上がりまして、なんか帰国した時そのトイックのテストとかあのリスニングってなんかかっこイギリスとかかっこオーストラリアかっこアメリカみたいな発言する音声のあの出身国とかが今わかんないけど昔は分かって、なんかオーストラリアとかすごい聞きやすかった思い出ある。イギリスとかも聞きやすかった。でも多分そういうあのアメリカサイド高め海外かぶれとかはアメリカイングリッシュオーマイガーって感じだから、だからなんかもしあの今海外かぶれの方がいてでもオーストラリアとか英語なまってるし嫌だなって思う方いたら、なんかなまってる方に行った方が帰ってきた時成長するかもね。なんかアメリカしかわかなんかアメリカイングリッシュしかわかんないみたいな人とかにはならないと思います。なのでおすすめです、オーストラリア。待って、これ何の得にもなってない動画だよね。ちょっとなんか得になる情報入れた方がいいよね。あ、そう、あの就活した時にあの航空関係の会社を受ける人は基本的にみんな英語ができるのね。なんかあ、私の英語は売りで、なんか私の売りは英語ですみたいな感じだとそれだけだと戦えないかなと思って留学してる時にあの向こうで一回語学学校を3ヶ月ぐらい休学して日本で使う英語と小学校の先生の資格を取ったの。1ヶ月座学で勉強して1ヶ月現地のあのキンダーガーデンに実習行くっていうプログラムだったんだけど、それを取って資格を2個あの手に入れて帰ってきて就活の時全然あの幼児教育とか関係ないけど行ってたプラスアルファみたいな感じで、なんかまあ日常会話はできます、あとなんか資格も取りましたみたいな感じで売り出したら結構あの最終とかまでは行きました。私こんなトイック450点とはバレずに、うん、結構おすすめですこの手法。なんかで就活してる時とかこうやってグループ4人ぐらい並んでて隣の人とかなんかワシントン大学から参りましたみたいな人も全然いるのね。なんか コロンビアなんちゃらみたいな、コロンビアなんちゃら大学から参りましたみたいな男の人もいて、なんかそんな人とこんなたった1年間語学留学しただけだと戦えるわけないなって思って、こうやって就活あの面接中にやばワシントン大学はちょっと聞いてないと思って、そこでなんかもう英語をプッシュするのやめてすぐに、なんか私クシは資格も取ったしスポーツも好きでヨガとかサウナとかジムとか行きます、なんか走るの好きみたいな感じとか嘘ついて行ったりしてあの最終まで行きました。でも奇跡的に最終では落ちましたね。その理由が絶対にこれだなっていうのがあります。面接の人がおじさんで、それまで1時も2時も全部女性の方だったんだけど、なんか俺面接って多分これみんなもそうだと思うんだけど異性の方がうまくいくのね。おじさんとかあんまりうまくちょっといかなくて、なんか女性の方だとよく受けがいい。その結果かわからないんですけれども奇跡的に2社同時に落ちて、なんかその就活してる時とか結構最終は受かるっしょみたいな、最終確認じゃねみたいなノリで行ったけど落ちました。びっくりしましたの時は。でもいい会社に入りましていい同期にも会えたので結果オーライでございます。何の話してたっけ。あ、就活の話か。ねえ、マジ肌荒れてる、最悪。なんかもしあの就活とか留学とか気になることあったらコメント欄に書いていただけるといつか動画で発表かコメントで返信をしたいと思いますので、なんかまあざっくり言うとこんな感じの留学就活就職をしました。であのトイックは全然あの持ってない、うん、
テドイックは全然点数は持ってませんので、基本的にはあの面接は得意なんですけれども笑顔で乗り切ってきましたこれやばくない？ミカベルから誕生日プレゼントでもらったんだけど、丸×。すいません、ちょっとあの駆け足になってしまったんですけれども、本日の動画はこの松井トイックの勉強法をレクチャー、勉強法をレクチャーできたのでしょうかできてないよね。勉強法はあのオーストラリアにまず留学をする、これであのリスニングは満点になります。あとはあの読む、なんて聞くの、リーディングはあの皆さん勝手に勉強した方がいいと思います。僕はあの勉強あのしてないのでノーベンで挑みましたので、多分勉強してればトイックは今頃リスニングが400いってないぐらいなので1200点ぐらいは多分合計で取れてると思います、トイックは。はい。で、あ、そうだ、4月じゃん、あの皆様あの入学進学新社会人頑張ってください。これからも一緒に頑張りましょう。春ってなんかいいよね、新しいことが始まる気温がして。最近の松井としてはあの花粉症になったのと、あのちょっとこのおバカなワンちゃんあのこういう TikTok ライブとか YouTube とか一人で何かに向かって喋り始めると大興奮をしてしまいますね。ね、電話とかでもそうやっていつも尻尾振ってるもんね。すいません、ちょっとあのこういうなんかハイテンションおバカちゃんワンコと共にこれからも YouTube を頑張っていきたいと思いますので、よかったらチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。なんか質問とかあったらコメント書いてください。本日の動画も見て、あ、もうコボ言ったよね。Thank you so much! コップンカー